疲れー。お疲れ様でーす。どうですか、ご移動駅は。ありがとう、遠いところから。いえいえ、田舎です。そのままやん。なかなか来ることないですからね。え、田舎感ある？田舎感はあるんじゃないですかね。マジで？ほんま？なんか奈良の中ではここはどっちかって言ったらまだ、あ、そうなんですね、ちゃんとしてる駅やねんけどな。ご移動駅は、はい、柏橋になるのかな、ここ、はい、で、ご移動駅から降りて K2 に行くのが一番 K2 の最寄り駅になるから、はい、ただちょっとすごい距離があって、はい、歩いたら25分ぐらい、はい、で、バスが今、バス止まってたところバスがあるから、はいはい、バス乗ってきてもらって、はい、でこれ一本でずっと道まっすぐ行ったら行けるから、はい、で大体K2 に通ってくれてるお客さんって一般のお客さん、はい、近所のお客さんやからみんな車で来てくれるから、はい、あとその選手の人たちが駅から歩いてきてくれるかな、はい、で大体みんなもなんか減量中とか、はい、有酸素を兼ねて25分歩いてパーソナルやって、はい、でまた帰るみたいな、はい、もうそんな感じになってるな、みんな25分結構、うん、でも帰りちょっと足取りとかしたら、はい、バスで帰ってみたいな。やばいですね。そうそうそう、さすがにな、25分しんどいから、はい、うん、ちょっと今日は K2 スタイルフィットネスの紹介を兼ねて。そうやね、はい、うん、K2 ってどんなとこなみたいな。ちなみに奈良もそうやし、はい、なんかパーソナルトレーニングジムってなんか行ってない人からしたら想像つかへんやん。確かにそうですね。でましてやなんかこの藤岡康介っていう、はい、なんかスポーツモデル、ボディービルみたいな競技やってる人がやってるパーソナルトレーニングジムってどんなんなみたいな。うん、まあ、選手の人からしたらな、はい、ある程度そのパーソナルってどんなんやろうか分かるけど。そうですね。この辺にお住まいの方にはちょっと、はい、馴染みがないかもしれへんから。で後でちょっと見てくれたら分かるけど、 K2 のその外観が、はい、なんかマッチョな写真貼ってあるから、はい、俺の最初できた時ほんま、はい、え、ここってなんかボディービルダーの人が通うとこですか、はい、みたいな。あ、結構言われたな。あ、そうなんですね、うん、あとなんか女性の、はい、普通にカッターの女性のモデルの写真、はいはいはい、それも貼ってるから、はい、え、なんかこれってやらしいお店なみたいな。いや、ちゃいますちゃいますみたいな。結構言われたな。そうなんですね。うん、もう今でこそなんかあの看板見たら、はい、あ、 K2 なみたいな感じになるけど、はい、それこそ最初はあったんですね、いろいろ。あったうん、だってこの辺って駅前にあるけど、うん、そうなんか外観を見て、はい、ドカーンとパーソナルトレーニングジムみたいなあんま奈良にないからさ。あ、うん、でも俺のところはもう外から見て、はい、パーソナルトレーニングジムって書いてるから、はい、そうすごい分かりやすいし、うん、あんまりそのこの辺にはないような感じ、はいはい、うん、まあご覧の通り何もないですわ。うん、まあ、この辺でご飯食べるって言ったら、はい、どこまで行くんですか。あ、まあ、すぐ近くの焼肉屋行くか。いや、ほんまないよな。あ、でもこの通りにある焼き鳥屋さんは行く、はい、そこもちょっと一回行ってみたいねんけど、はい、あ、行ってみたいので一緒にな、はい、俺はちょっちゅう行ってるから、はい、山小屋さんっていう、はい、ちょっと見た目古い感じのお店やねんけど、はい、もう鳥屋さん、はい、で生で刺身のささみとか出してくれんねんけど、はい、もうめちゃくちゃ美味しい。だって刺しささみとかさ、もうパッサパサやん、減量中とか食べててもさ、はい、美味しないし、もうそれ生で刺身で食べれるから、はい、もうなんかホタテ食べてるみたいな感じやん。いや、ほんまほんま、ね、マジマジマジ、めちゃくちゃ美味しい。でそれ減量中ちょっと食べに行ったりとか、はい、どうせな、食べるんやったら、うん、そうですね、美味しく、そうそうそう、食べたいですね。で減量中になんか外食できるってあんまないやん、はい、確かに。そうそう、で庶民焼き鳥なんか庶民毎日食べとってもダイエットできるし、食べるもん選んだらさ、さすがに皮付きのチキンを食べるってなったらちょっときついけど、皮はちょっと剥いで食べてもらったら、減量中の焼肉、焼き鳥いけますよ。いけますね、うん、難しいですね、減量の食事は。難しいよ、うん、こちらが清大学になります、はい、お、うん、
この慶応大学を右手にまだずっと歩いてもらって、はい、多分ここでもうすでに15分ぐらいかな、はい、で行ったらもうあとちょっと、うん、あちょっとやけど俺は運転してるからちょっとなだけで歩いてる人からしたら結構あるな結構あります、ね、結構あるなすいません皆さん遠いところからいつもありがとうございます。ここに決めた場所とかあるんですか。なその場所は、はい、あごめんごめん場所は、はい、その奈良やったら五移動かなっていうのは思ってて、で奈良を北と南に分けた時に、はい、その北ってあんまり行くことなくて、はい、で奈良の北ってその奈良市とか、はいはい、生駒とか、うん、西大寺とかそっちの方になるんやけど、あんまり俺自身が行くことなくて、はい、でどっちかってこの南で行動する方が多くて、はい、柏原とかこの柏とかでこっちの方が知り合いも多いし、はい、ってなった時に、まずこっちの方面でやろうっていうのがまず一つで、まあやるからにはある程度のその人口が多いとこ、はい、でそのパーソナルトレーニングをするにあたってそういう通ってくれそうなその層が多いところらへんを狙って、まあ、ご移動かなって感じ。はい、うんはい、K2 到着しました、はい、これ2階のこれが K2 です、はい、であのちなみにあのパンツ履いてこうやってやってんのはあれ俺あそうそうそう あれ俺やから、うん、左の人は知らん外人、はいうん、じゃあちょっと上登りましょうか、はい、で車でみんな来てくれると思うんで、はい、車で来てくれたらここの駐車場はどこ止めてもいいようになってるから、はい、もう好きなとこ空いてるとこに止めてもらうみたいな感じ、はい、しょK2 スタイルフィットネス。で、初めて来た方はこのピンポンを押して中に入ってください。はい。セールスはお断りです。はい。はい。で、セコム解除して。どうぞお入りください。OK。はい、こちらが K2 スタイルフィットネスです。今日は体験ですか？体験です。はい、まず体験はまず来てもらったら、こちらに座ってもらってカウンセリングの方をします。はい、で、カウンセリングでなんかまずお客さんのその要望とか聞いて、はい、まあ、まず質疑応答、はい、でパーソナルに対してどういう自分が求めてるか、単純にダイエットしたいのか、体の機能性を向上したいのか、何かどっか体に不具合があるからそれを治したいのか、でそういうカウンセリングをしながらパーソナルってどんなことするのみたいな、そういう質問に答えたりとかします。でまあ一番多い、今日も来てくださったその新規の方からの質問でもあって、一番よくあるのはその食事制限できないんですけどパーソナルいけますかみたいな感じが多い。でここのジムはあのここに書いてるように、これあの雑誌クラシーに載ってんけど、一瞬日よりも一生日、一生痩せやすい体を手に入れるみたいな、まあ、一応その K2 っていうか俺がその常にお客さんに言ってることやねんけど、結局その、まあ、パーソナルトレーニングイコール糖質制限してみたいな、脂質制限してみたいな感じのジムがすごく多くて、なんか結局それをすることによって体重は減るけど筋肉も一緒に減っていって代謝下がってリバウンドしてみたいな感じがすごく多くて、で俺自身もダイエットする中で普通に今までのその YouTube 見てもらったら白米とか食べてるのも知ってる、してもらってると思うけど、このバキバキの体作るにも白米食べてるし、で普通に1日4食5食とか食べながらダイエットできてるから、はい、一般の方にもそういう風なダイエット方法をお伝えしてる、はい、白米食べたらあかんとかも言わんし、しっかり炭水化物取ってダイエットみたいな、はい、っていう説明をまずさせてもらう、はい、でここでは、お客さんの要望に応じて食事を完全に組んでくださいっていう人には完全に俺が食事組ましてもらって、その食事プランを提案する人もいるし、でこういう感じで食事進めていった方がいいですよっていうアバウトなざっくり
な提案をするだけの人もおるし、もう全く食事に関しては何も言わない人もいる。それはもうお客さんのスタンスによって任せてるっていう感じかな。で実際にここでちょっと体の、その人の今のコンディションを見させてもらって、ちょっとストレッチしたりとかで体の動きを見て、ちょっとトレーニングして、まず体験で、例えば私お尻鍛えたいんですだったら、お尻のトレーニングしながらで、例えば背中のトレーニングすることによってお尻にもこういう影響を与えますよとか、そういうなんか話もちらほら入れながら、まず体験してもらうっていう感じですかね。うん。でまあここのパーソナルトレーニングジムのその層としては、なんか俺自身がその選手やから、なんかすごいボディービルダーの人しかここおらんのちゃうみたいなイメージがもうめちゃくちゃ強くて、最初すごい一般のお客さんとか、今でこそちょっと名前広がってるからマシやったけど、もう去年の3月に高校ができて、もう2年になるかな、あ、じゃあ1年ちょっとかなるんやけど、でその最初の時とかもう体験で来てくれた人とかもう恐る恐る入ってきて、もうなんか、ここ何怖いみたいな感じやってんけどそうそうそう。でも実際にはここは一般のこの五井道近辺に住んでるお客さんが7割8割ぐらい、あとは選手の方、県外から、県外、まあ、奈良もいるけど県外から来てくれてる選手の方がほとんどで、年齢的には30代から50代60代が多いかな、うん、で女性の方が圧倒的に多い、7-3 ぐらいかな、7-3 で女性、うん、3割男性みたいな。一番多いパターンが奥さんが来てくださって、奥さんがあんたも行ってきっつって旦那さんが来てもらうパターンがめちゃくちゃ多い、うん、だからご夫婦で通ってくれてる人だけでも何組ぐらいな、7組ぐらいいるのかな、うん、それぐらい多いかな、うん、だからもうそこはもうなんか一般の方も全然気軽に来てほしいなと思ってます。運動経験も全然問わないんで、それこそ全く運動したことないとか部活動したことないっていう人の方が多いから、全然気にせず来てください。でトレーニング終わったらプロテイン提供させてもらうんで、プロテイン飲んで帰ってみたいな感じですかね、パーソナルのルーティン的には。作ろうと思ったきっかけは、それこそ2019年にナバジャパンプロにならせていただいて、で、まあ、そのナバジャパンプロになったのをきっかけにここのジムをするっていう決意は決めたけど、はい、なってなくてもやってた。で2019年のそのプロになった時ってまだサラリーマンやったから、はい、で某鉄鋼会社で働いてて、交代勤務して夜勤して、で昼勤もして、でその時とかも交代勤務やったから、夜中に夜勤しながら夜勤の休憩中に会社の周り歩いたりとかしてたし、で朝方ジム行ってもう寝やんと夜勤行ったりとかしてた。でその状態でプロになったから、今この環境でプロになったんじゃないよ。だこれよく言われるけど、なんかそのトレーナーしてたらいつでもトレーニングできるからいいなみたいな、そりゃなんかやりやすいわみたいに言われるけど、プロになった時は俺サラリーマンやったし、残業も40時間とかやってたから、そうそうそう、そうそうそう、だからそれはあの環境は言い訳にできひんっていうのは自分が一番最初に証明してる、うん、そうそう。ほんでその中で、その前の年にあの辞めてパーソナルトレーナーになりたいっていうのがあってんけど、でその前の年がほんまにあのサマースタイルアワードの日本大会に出てボロボロ負けやって、で自分でもすごいメンタルもやられて心が折れて、で、あ、俺これ無理やわみたいな、こんな状態トレーナーできんわと思って、もう1年仕事頑張ろうと思って2019年、でその2019年のタイミングでもうプロになるならへん関係なしにもう会社にはもう辞めますって言って、役職もついとったけど、もうほんま無責任やったと思うけど、もうなんかもう自分のやりたいことやからもうやめますって言って、めちゃくちゃ反対されたけど、
でもう辞めるそのタイミングとかも大会の後ぐらいにもう分かってて、でそれで優勝できてプロになれていいスタートを切れたっていう感じで、それが11月じゃなくてそれいつやったかな、10月ぐらいだったんかな、大会終わったんが。で大会終わってそこからやろうって決めて実際に行動を移して、で年明けて3月ぐらいにここの自分をオープンしてんけど、その時にちょうどコロナで結構大打撃受けると思ったんやけど、そこまで奈良の規制が厳しくなかったから、で何やったらジムに通ってた人らがもう引きこもりになっちゃって、で近くにインタイムももう同じタイミングでできたんよ、できたけどコロナでオープンできひんかって、で近くインタイム以外の他のジムの人もジムが閉まっちゃってたからジム行かれへんってなって、逆にそのタイミングで K2 に来てくれたお客さんが結構おったから、だからここ自体はそんなにコロナの影響も受けてない、むしろ結構忙しくさせてもらってたから、そうそうそう、それが始まりかな。うん、でまあそのサラリーマン辞めてなんでこれしたいかって思ったら、なんか別にそのサラリーマンを否定してるわけじゃなくて、もうそれこそ前の YouTube の話になるけど、人にその感謝されるされへんの話になってきて、でそのパーソナルの仕事ってお金をお客さんみんな払ってくれてるやん、お金払ってありがとうって言われるっていう、この不思議な感覚、そうそうそう、お金こっちからしたらお金もらっといてありがとうみたいな、先生ありがとうって言ってもらえるその感覚がすごい不思議で、でこんな素晴らしい仕事ないなみたいな。で俺どっちかって人に教えるっていうのがすごいもともと好きな人やって、で野球やってた時ももうなんかもうそこまで教えんでええやんぐらいの感じで教えちゃう人で、なんか気になったらこうすごい教えたがる人やから、だから自分に向いてるわとかも思ったし、でそのパーソナルもさ、そのトレーニングも自分自身がそのなんかやるからにはとことん早いから、でそれこそパーソナル通い出していろんな勉強してみたいな、そうそう、だからもう追求して、あもうこの世界で俺なん上行ったろうみたいな感じで思ったな。うん、そうそうそう、でそれこそ一番最初のそのきっかけを作ってくれたのがフィルマーさん、はい、で最初にこの前言った2017年初めましてでパーソナル行かしてもらって、はい、でポージング見てもらって大会で優勝してみたいな、はい、あ準優勝して2位になって、はい、でそっからずっとそれ以降可愛がってもらってて、はい、でなんかそのトレーニーの人ら、トレーニングする人たちで、そのフィルマーさんはその時もサマスタの絶対王者みたいな人やったから、はい、矢野にすごく腰が低いみたいな、でなんか一般社会って上に行けば行くほど結構こう鼻が伸びて偉そうな人みたいな結構多いと思うけど、フィットネス業界って結構それが逆で、上に行けば行くほどめちゃくちゃ腰低くてみたいな、でそんな感じのが素晴らしいなと思ったのと、やっぱトレーナーさんに人生を変えてもらった、一緒にそのサマスタで俺が2位になってなかったら今多分やってないかもしれへんから、うん、でそれをきっかけっていうのはあるかな。そこからやっぱなりたいなりたいがだん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 強くなっていって、はい、そうそうそう、今に至るって感じかな。うん、でまあ実際この店始めてもう1年半ぐらいになるけど、はい、やっててよかったって思うし、はい、でもほんまに今日でもそうやったけど、もうなんか先生に出会えてよかったわみたいな、はい、それを言ってくれるお客さんがいるから、はい、そう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 、でなんかあちこち の, そのジムから、はい、K2 ってどっちかやったら奈良で言ったらこれできたばっかり、この辺の近辺で言ったら、うん、で一番新しい店やからさ、はい、でその他のお店から行ってこっちに来てくれる人もいるからさ、はい、やっぱどうしても比べるやん、はい、良くも悪くもで、いい風に言ってくれてるお客さんがいっぱいいるから、やっぱやってよかったなっていう風に思うし、で自分がやっぱそのフィットネスを率先して自分も結構最先端なとこでやってるから、でやっぱどうしても奈良って田舎やからさ、大阪とか東京とかに比べたらやっぱやってることも遅いから、そういう新しい知識っていうのをどん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 この辺の人に広めていってあげたいっていうのはあるかな、うん、奈良を活性化したいみたいな、うん、大げさに言ったら、うん、やっぱ俺が育った町やし、やっぱ俺奈良好きやから、はい、そうそうそう、それは思うかな。だから大阪でパーソナル
せえへんっていうか、まあ、大阪はすごい人いっぱいいるからそんな考えはなかったけど、奈良でやりたいと思った理由もそれかな、うん。みんな多分コンプレックスとかあると思います。僕も、コンプレックスはあります。今でもあるし、コンプレックスを持ってたからトレーニングをしたいと思った。で、そのサラリーマン時代はお腹出てそれが嫌でトレーニング始めて腹筋割ってみたいな、トレーニングが楽しくなってみたいなのはあります。で、絶対そのパーソナル通いたいなって迷ってる人もいると思うんですけど、まずは行動に移してほしいです。で、最初絶対自分の体見られるのいらんとかできるかなっていう不安があると思うんですけど、まず最初体験に来てもらって、なんか無料カウンセリングもやってるんで一回足運んでもらって、そこのまず第一歩を踏み出さない限りは何も始まらないんで、絶対みんな綺麗になりたい、かっこいいなりたいと思ってる人絶対いると思うんで、その綺麗かっこいい KK で K2 に来てもらったらいいです、はい。はい、僕が全部解決するんでお願いします。